ブンブンハロー YouTube どうもまさるです今回は ASUS からあ今月末日本で発売される最新のノート PC が発表されましたのでご紹介したいと思いますいくつか発表されましたが今回はその中でも最も画面サイズが大きいモデルについてご紹介したいと思いますそのモデルがこちら R-O-G Strix SCA 18 2024 G834 というモデルになりますモデル名からなんとなく想像がつくとおりこの製品はノート PC としては最大クラスとなる18インチのディスプレイを搭載したモデルとなりますだいたい一般的なノート PC でこれまで一番大きなディスプレイサイズというのが17インチでしたのでそれよりもさらに一回り大きなディスプレイを搭載したモデルとなります 特にもうノートパソコンをメイン PC として使おうデスクトップ PC 代わりに使おうと思う方にとってはこのぐらいのサイズありましたらとても快適に使えるモデルといえますこのモデル特徴としましては、まあ、画面サイズが大きいというのはあるんですがそれ以上にとても高性能というところが特徴となっていますラインナップは合計2つ用意されています 本体の筐体とかデザインなどは共通なんですが内部のパーツが一部異なります。共通する部分としましては OS は Windows 11 HomeCP は Core i9 14900HX そしてここが特に大きく異なるポイントです。グラフィックです。片方は NVIDIA RTX4080、もう片方が4090となっています。両方とも最大 175W タイプということで、ノート PC 用としても結構出力が大きな、消費電力が大きなモデルとなっています。専用のビデオメモリは4080の方が 12GB、4090が 16GB となります。 ディスペイにつきましては18インチの液晶ディスペイ、解像度は 2560×1600 ドットということで18インチありますが 4K モニターではないというところは一つ注意点ですストレージにつきましては 2TB1TB を2つ接続した構成となります当然 M.2 接続となっていて高性能で そして高速なアストレージとなっていますインターフェースにつきましてはア両方とも共通ですイヤホン端子 HDMI 端子 USB 端子は TypeA が2つ TypeC が2つこの TypeC につきましては映像出力にも対応となっています あとはサンダーボルト端子。こちらも形状はタイプ C ですが、サンダーボルト端子があるほか、あとは有線 LAN ポート、これも搭載していますので、まあ、とにかくサイズがあそれなりに大きいため、インターフェースも豊富に揃っているという感じになります。カメラにつきましては、前面側、いわゆるウェブカメラは92万ガスとなります。消費電力につきましては、最大 330W。 重さは 3.1kg ということで、まあ、基本的に携帯することを目的にした製品ではありませんのでそれなりの重さはあります本体のサイズは幅 399mm 奥行き 294mm 高さが一番薄いところで 23mm 厚いところで 31mm となっています 付属品につきましては AC アダプターなど一般的な付属品のほか、こちらキャップが付いているとのことです。ということで、えー、もうここまでのスペックを見てもわかる通りとにかく CPU、グラフィックス両方ともとても高性能なモデルとなっています。ですので価格につきましても結構それなりにします。 下の方のモデルが約50万円、上の方のモデルが60万円となっていますので、えー、まあ、もう本当に本気でこれをメインマシンとして使っていこうという方や、とにかくノート PC で高性能なものが必要という方、そういう方向けの製品となっています。ただし、他社ではやはりなかなか18インチのモデルというのは選択肢がほとんどありませんでしたので、そういうものが欲しかったという方にとっては、 待望の製品と言えるかもしれません位置づけ的にはゲーミング PC というカテゴリーの製品になりますのでこのようにライティングなどもかなりこだわったライティングが相殺されていますキーボード部分だけではなくこのように背面側サイド発光部分が用意されていてこの辺いかにもゲーミングデバイスという感じがあります 背面側はこんな感じ。この天板部分には ASUS の ROG シリーズオリジナルのロゴが光るようになっています。底面側もこのように大きなメッシュがついていて、えー、こちらで、えー、冷却を行うことになりますがこの辺もちゃんとデザインされていて、えー、無骨なデザインではなく背面まで含めて、えー、かっこいいデザインとなっています。 インターフェースもとにかく豊富に揃っています。インターフェースを搭載しつつ、冷却性能も確保しなければいけないという関係もあり、このように大きなスリットが搭載となります。この種のゲーミング PC は背面側にインターフェースが搭載されているものもありますが、基本的にこの製品につきましては、再度、側面側にインターフェースが集中しているような感じになります。 ちゃんと HDM i 端子もフルサイズの HDMI 端子が搭載されているほかあとは本機の Type-C 端子というのは映像出力にも対応していますので複数のモニターに映像を出力してマルチモニターとして使うことも可能となっていますキー配列につきましてはこんな感じ日本向けの仕様の場合少しキー配列は変わってくるかもしれませんが一つ注意点としましてはこちら テンキーの1の下がゼルではなくカーソルの右になっていますので、ここは少し使いにくいところはあるかもしれません。まあ、ただし、このエンターキーとテンキーの間にスペースが開けられていますので、エンターキーを押そうとした際に数字キーを押してしまうという心配はなさそうです。 特徴につきましても、もうここまでご紹介した通おり、とにかく高性能なのが特徴です。CPU もノート PC 向けとしては、最高峰の Core i9 14900HX が搭載されているほか、グラフィックも上位モデルは NVIDIA の4090が搭載され、また、ストレージも標準で 2TB が搭載されるなど、とにかく高性能なモデルとなっています。 あとはメモリにつきましては最大64ギガまで搭載することが可能となっています一応この ASUS の製品というのは割と自分でこの底の部分カバーを開けて交換できるようになっていますですのでまあ自己責任にはなってしまいますがこの辺メモリを増強したいという方は自分で交換するということも可能ではあります S イ s u s の場合、このイ s u s 安心保証というのが用意されており、メモリを自分で増設して故障してしまった場合でも、この保証に入っていれば、保証を受けることができるようになっていますので、あらかじめもう自分でカスタマイズしようと思っている方は、この安心保証、こちらに入っておくといいかもしれません。マウスコンピューターとか、いわゆる BTO のメーカーのように、購入時にカスタマイズすることができない、 というところが ASUS の製品の欠点ではありますが、それをカバーするため、ユーザーが自分でパーツを交換しても保証が受けられる仕組みというのが用意されており、まあ、これはこれで便利なシステムですので、自分でパーツ交換しようと思っている方は安心保証、必ず入っておくといいかと思います。 あとは高いパフォーマンスを生かしてクリエイティブ系のソフト、例えば動画編集とかそういったものを行うというにも最適なモデルとなります冷却システムもこのような大きな筐体ということもありますのでファンもデュアルファンそして中のヒートパイプもこのグラフィック部分 CPU 部分両方に張り巡らされていて高い冷却性能が確保されています ですので、まあ、長時間、例えばゲームをするとか、長時間動画演習のような重たい作業をする、そういう方にとっても最適なモデルとなっています。まあ、欠点としましては、とにかく価格が高いというところで、えー、下のモデルが50万円、上のモデルが約60万円ということで、なかなか手が出しづらいところはあるものの、一方で、えー、MacBook Pro などと比べますと、 MacBook Pro は少しでカスタマイズしただけで100万円近いモデルとなってしまいますのでそれを考慮しますと上位モデルでも60万円で購入できると考えますと、まあ、これはこれで結構お買い得なのかもしれませんなお発売日は1月末からの発売となりますのでまもなくの発売スタートとなりますもし今年ハイスペックなそれでいて大画面のノート PC そういったものを購入しようと思っている方そういう方にとってはおそらくこの ASUS のこのモデル以外はなかなか多くの選択肢ありませんので、えー、こちらのモデル検討してみるといいかと思いますということで今回は ASUS がこれから国内で発売するハイスペックな最新のノート PCROG ストリックスカー18こちらが発表となりましたので、えー、詳細なスペックとか特徴などについてご紹介しました この最新モデルにこだわらないならば、例えば昨年のモデルなどは大画面モデルでも半額程度30万円程度で購入できるモデルというのも実は多数販売されています。もし最新のパーツ、最新モデルにこだわらないならば、型、まあ、打ち品を購入するというのも結構ありかと思います。まあ、今回の本題とはずれていますので、そちらは動画の概要欄の方に 販売ページのリンクを貼っておきますので、型落ち品で何かお得なモデル、そういったものを探している方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。